ユニまあまあ調子良くなったんですか？そうですね。ウクレレを弾く分には痛くなくて、こう、まあ、折り曲げたり、圧をかけると痛みはあるんですけど、特に、ウクレレには問題なさそうなんで、徐々に始めています。はい。一生使う指ですからね。そうなんですよね。もう、特にヒロマーチマスターするまでは、そっちが友達マスターした後も人生は続きますからね。そうですね。そのヒロマーチをどんどん完成度を高めて、そうですよね。高橋先生の動画を見ているうちに、こう、一つもう一個夢が出てきまして、お、いいですね。うん、夢はがあい。るのいいですね。はい。もともとは娘の結婚式で、こう、ヒロマーチを弾けるようになりたいなんて、目標がありましたけど、いろんな、こう、先生のいろんなところで演奏されてるのを見て、自分もああいうことをしてみたいなっていう夢が出てきました。いいですね。はい。だから外で堂々とこう弾けるように、人の迷惑にならないように、弾いてる人も、いいなって思ってもらえるような、なんでしょう、人を集めて、こう、コンサートを依頼とかってことは、そういうことじゃないんですけども、屋外で、演奏したときに迷惑にならずに、ちょっと、ウクレレやってみようかなっていう人が増えたりとか、ちょっとこう気持ちよく聴いてもらえるような、うん、それ自由に外で弾けるようになりたいなっていう夢が出て。いいですね。はい。公園とかで。そうですね、公演とかで。意外と公園で練習してるとこう話しかけられたりするあ、そうなんですか。みたいですよ。僕もまあ普通に話しかけられますけど。その生徒さんとかの公演デビューしたら まあでも今やってるやつでも十分いいと思いますけどね、外で弾いても。そうなんです。まず今の目標は、その広間町ではなくて、今やっている曲を、清子の夜でも、アメージング・グレースでも、だから一番やりたいなと思ってる海なんですけども、ああ、いいですね。はい。海このの。あたりの曲を、こう、外で気持ちよく弾けるようになりたいという野望が湧いてきました。それうん。は叶えていきましょう。はい。先輩方のハイブリッドレッスンっていうのを見て、動画を撮ってみたんですけども、ほうほう。それ、見てみましょもう。ういいですか？はいいですよ。い。第一関節は伸びてますね。あ、このよかった形です。がいいですよね。第一関節を伸ばすためには、指、高さを出そうと思うと、何でしょう。対して90度にしたかったんですけども、中指でホールドしてると、90度にしちゃうと、本体に当たっちゃうので、ちょっと前が中指は外してもいいんですけあ、中指外してもいいよ。ど。小指、薬指、メイン。まあ中指もつけてもいいでしょはい。ロー側というか、先っぽ側に対してちょっと角度がついた状態でやっているんですけども、できました。そうですね。この角度によって人差し指の、位置が見え方変わるので、はい。まあ一番ハードピッキングっていうとやっぱ人差し指より親指の方がネック側に来るね。これがまあこう見ると前に人差し指が出てるように見えるので、ああ。この加減で変わるので、なるほど。何とも言えない。まあ正面でこう見た時にちょっと親指の方が人差し指より前出てうん。これがまあ一番ハードピッキングの極限というか、はい。これはだんだんこう寝ていくとこうソフトになっていくんですよね。うん。0と1ではなくてこう間もまああるんですね。
はい、寝れば寝るほどソフトになるし、立てば立つほど、まあ、カリカリっていう感じなので、まあ、見た目だけじゃ厚みは分からなかったりするんですね、音で判断すると。そうです、そうです。右手はとりあえず置いといて、はい、これでも楽な三声波ぐらいで、まずこれですよね、はい、1個目のコード、2個目のコード、中薬追加、薬指がやっぱ三弦に当たり感じですかね。あ、この辺のスペース感を、ですね、これが ここの隙間をですね、狭くするというか、ほとんど隙間ほとんど指一本ぐらいしかないんですよね。これ膨らんでると、はい、膨らんでくると、こっちで伸びてくるんで、ギュッてこう、あ、なるほど、狭くすると、あの指がちゃんとブリッジして、はい、三弦をこう越えていくので、この辺がまずあるかなっていう気がするんですけど、はい、もうちょっと手のひら自体を前に出すのか、楽器がそれともこう前に傾いているのか、あ、なるほど、辺のいろんな要素があるので、はい、難しいですね。そう、その辺の形ってこうやって正面から見て人差し指を入れてあげればよくわかるんで、はい、これで当たってたら当たっちゃいますからね。そうですね、うん、この辺の形を作っていけば、うん、うん、一目瞭然ってやつですね。ですね、うん、いやー、そうか、これはちょっとこうやって見ながら探ってみます。そうです、思いのほか近かったなぁと、うんうん、うん、それはそれでいけると思うんですね。はい、で3つ目のコードに行くときに、うん、これじっくりじゃあこの動きを見てみましょうか。はい、まあ薬と中は外れてるんですけど、こういう回転運動がまずあって、離してないですよね。回転して薬中。離さないですね。回転して薬。そう。しかもこれだけでつながっていきそうな気がしますけどね。はい。うん。離さないですね、コードチェンジ。回転してその人差し指はまあ4弦だけでいいですよね、このコードの場合は。他は薬中。子が抑えるので、はい、無理にこう正派のイメージはあの捨ててもよくて、うん、4弦だけうまく抑えたらいいんで、うん、この感じでこう回転させて小指が1個半音滑って下がるって感じですね。なるほど。で中追加、薬追加ですね。ここから滑って中薬ですね。そうです。で逆、はい、戻るときは2つ外れて逆回転。はい。こんな感じでどうでしょうか。うん。ということは今、うん、自分では気づかなかったんですけども、外れてたってことですね。なんか、そうですね。持ち直そうとしてる感じです。なるほど、うん。そうか。だから全部セットして新しいものを作るっていうイメージになる。はい。ついてなかった。うん、あ、なんかいけそうな気がしてきました。うん、こういう風にコードチェンジすると小指の一弦の音が切れなくて、うん、
とはつながってくるんですよ。そうすると途切れないですよね。全部離れると全部切れてしまうので、どれかつながってると、なんていうんですかね、会所じゃなくて行所みたいにこう流れが結局いいよ、後で弾くときにそういうことをやるので、コードチェンジも少しやっとくといいですよね。そうか、やっぱりエクササイズ深い深いと言いながら、やっぱりここにもそれがあったんですね。ああ、入れてますね。はい、うん、